はい、こんにちは、新町 TV へようこそ。本日ご紹介する商品はこちら、デプステッチさんご提供の工業用の内視鏡です。30万画素 LED ライト付きと、なかなか面白い商品ですね。それでは開封してみます。はい、中に入ってきたものはですね、本体ですね、あとファイバースコープブックですね。これ取り付け式になってます。こちらがレンズ部分ですね。あとレンズの先につける付属品、マグネットとか、引っ掛けるものですね。そういうものが入ってました。 で取扱説明書、一応日本語もあります。ところどころ日本語おかしいですけども、なんとかわかるかなという感じです。で、本体の方がですね、電池4本、単4電池が4本必要です。で、こちらは別売りになっております。ご注意ください。接続はですね、はめてぐるぐるぐると回せばこれだけで接続可能です。こちらのスタートボタンを3秒間押します。で、今もう認識している状態ですね。で、ここのメニューでいろいろ設定ができます。システム設定についても日本語が選べるようになってますので、その辺はなかなかいいかな。こちら32ギガまでの SD カード対応で、こちらですね、側面からカードを入れるようになってます。それでは実際に撮影してみます。はい、では電源オンにしてみます。スタートボタンを3秒、立ち上がりました。カメラの周りに LED ライトがついています。こういう形で調整できます。こちらが録画画面です。わかりますかね、赤い点滅が録画してますよっていうサインです。これで録画終了ですね。で、もちろん静止画も撮れます。で、電源落とすときはスタートボタンをまた長押しでバイバイ、これで電源オフになります。はい、いかがでしたでしょうか、今回の商品。ですね、防水法人 IP67 まで対応してます。ただですね、もう SD カードの入り口は防水じゃないので、こちらの方は大丈夫ですけども、この本体の方は水に注意した方がいいと思います。そうですね、用途としてはまあタンスの裏に落ちたものとかですね、工業用の修理等に使えると思います。原因ですね、水詰まりの原因等にも使えますし、あとまあ面白い使い方としましてはですね、クワガタを取りに行った時に、木にある穴にこいつを差し込んで中に何かいるかっていうのを調べるのも面白いかと思います。実際大クワガタはそうやって取られてる方がいっぱいおられましたんで、この近辺は大クワガタの 方向と言われてました。今はでも少なくなってるのかなっていう感じです。本日9月2日の時点で9,588円、物考えれば非常に安くなったんじゃないかと思います。この機会にぜひご検討されてはいかがでしょうか。デプステッチさんのご提供でお送りしました。それではまた次の動画でお会いしましょう。